はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらをやります。これね、あのエアコンフラッシングキットっていうねやつですけど、通常のいつもねやってるエアコンフラッシングっていうのは、コンプレッサーが生きてる状態っていうのでやってるんですよね。で、今回こちら使うのはね、コンプレッサーがブローして、まあ、ただブローしただけじゃなくてね、ブローした時に鉄粉が回ってるっていうのが重要なわけなんですよね。で、そちらのね、ブローして鉄粉が回った車両の、鉄粉取りをやります。で、今回ね、車屋さんからのね、まあ、外注分で入ってきた分ですけど、まあ、そちらのね、車屋さんと一緒にちょっとやっていくっていうところの動画になってます。で、まあ、日頃ねコメントで、まあ、そういうね、フラッシングが見たいっていう意見をかなりいただいてましたけど、実際そういう車両が来ないとね見せてやることができなかったんで、今回はねしっかりとその車両が入ってきたので、こういうねキットを使っての、まあ、フラッシングの方をやっていきます。それではね、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね、まずね、液板を外しますね。これ液板がね外しやすいところにあるんでいいんですけど、液板はねこれも新品に変えてるらしいんですよ。で、しっかりとねクリーニングをしてから液板を変えたらしいんですよね。で、それでもね、一回心配だからっていうことで、うちのね、マシンを施工してくれっていうことです。で、この液板を外してるのは、また液板外してつけるんですけどね、液板についてるね、ニードルをね、外すんですよ。これね、外せるんなら外した方がいいですね。液板がね、もう外せないようなところにあるんだったら外さなくていいんですけど、このニードル外してやることでね、液板がフリーになるんで、その状態でね、フラッシングをします。はい、で、外したね、ニードルですね。まあ、こういう部品になってます。バネとかね、ニードルとかあるんですけどね。ちっちゃいんで、なくさないようにしないといけないですね。で、このニードルを外した状態でね、今度またね、液板の組み付けですね。ちょっとね、めんどくさいんですけど、これをやっとかないとね、いけないんでですね。配管がつながらないと、フラッシングができないからですね。はい、で、フラッシングキットのね、構成部品なんですけど、こちらがですね、要はコンプレッサーを外したところですね。コンプレッサー外したところの配管にこれを挿して、ここで挟み込んでね、配管がこっちからこう、配管がね、こう入ってきて、配管のメスがここにはまるっていう、スポットはまるっていう感じですね。で、ここでこう締めていってからグッて押さえつけるっていうのを、この低圧高圧ね、両方つけます。そしてね、またこの中にまた部品が1個あるんですけど、これがね、フィルターですね。フラッシングをした時に、鉄粉とかね、が回ってる時にね、ここで全部あとキャッチするっていうフィルターなんですね。で、このフィルターからね、こう、どういう風に詰まっていってるかっていうとことかも覗けるんで、まあ、これはね、また後ほどの動画の方でね、紹介します。はい、じゃあね、先ほどのね、アダプターですね、こちらの方をね、取り付けてます。で、コンプレッサーを外したところにあるね、低圧高圧の配管ですね、それぞれにこのアダプターの方を装着してます。配管のね、取り付けがちょっと効きが悪いとかっていう場合はね、付属でね、SIM などもついてるんで、その SIM を入れてね、調整してるような感じですね。はい、じゃあね、取り付けしたね、配管のイメージですけど、まあ、こんな感じでね、装着してるイメージですね。はい、じゃあね、こう取り付けした図がこんな感じですね。低圧高圧の配管に直接つないでる分で、低圧側はね、低圧の青いホース。で、高圧側の方は、本体ユニットの方にね、つないでるんですよね。で、高圧の赤い配管は直接ね、元々のエッジマークのところですね。そちらの方に刺さってます。はい、じゃあね、今からフラッシング。今回はね、バックリターンじゃないです。サイクルモードですね。15分間の真空引き、そして40分のフラッシングモードです。それではね、こちらの方やっていきます。はい、どうでしょうかね。こんな感じですよ。今、フィルターの状態がね、白いフィルターがね、もうちょっと黒い鉄粉がいっぱいついてますね。で、こちらね、車屋さんがね、ブローをした時に、パーツクリーナーをね、何本も何本も使って何時間もかけて一生懸命掃除したらしいんですよ。で、もうこれでもかっていうぐらいやって、ね、ネズミ色のオイルとか出てこないとこまではやってたんですけど、やはりこの機械をかけてみたところ、やはりこういう風にね、まだ取り切れてない分がね、取れてくるっていうところですよね。で、今回のね、フラッシングモードはサイクルモード。まあ、一定方向に回すっていうところですね。こちらの方でやってます。で、この液体化したガスですよね。こちらの方でね、今一生懸命ね、撮ってるところですね。だから40分ね、ずっとこれをやってるっていう形です。まあ、こういう形でね、やはりね、こう、取り切れてない部分っていうのが、こちらの機械を使えばね、取れるっていうところはね、非常にこう魅力的な内容ではないかなとは思いますね。普通だったらね、一切合切全部変えないといけないんで。でもね、まあこちらの車屋さんはね、基本的にこう、よくうちに持ってくるんですけど、液パンダとかね、そういったのもね、大体変えてから持ってくるんで、ちゃんとしてるとは思うんですよね。
はい、じゃあね、サイクル洗浄モードの方がね終わりましたので、こちらね、まあフィルターこんな感じですね。とりあえず外してみましょう。はい、じゃあね、外したフィルターこんな状態ですね。あの車屋さんの方がね、あの綺麗にね自分で洗浄はしたんですけど、やはりねそれでは取りきれない、まあ奥に入った部分とかっていう部分ですね。やっぱり液体化したガスとかでね、もう何キロもねガス入れるんで、あのそれとね、やっぱパーツクリーナーで入れるのじゃ入ってる液量が違うんでですね、やはりこれだけまだね、あの取りきれないところを取ってしまうっていうとこじゃないかなって思いますね。はい、じゃあ次ね、もう一回フラッシングいきます。今度はね、あのバックリターン洗浄ですね、フラッシングモードのねクリーニング9回ですね、こちらの方でいきます。でフィルターの方はね、あの新品に変えてます。はい、じゃあ今からねフラッシング2回目のねフラッシングをします。で今回はね、あのバックリターン方式、まあいつもよくあるねバックリターン方式ですね。あの低圧側から高圧側、高圧側から低圧側っていう流れでいくっていうやつですね。最初にしたのはサイクル方式なんで、あの一定の方向ですね、それでしか回らないんですけど、今回はあの低圧側から高圧側、高圧側から低圧側っていう方でやります。でこちらでやった後に、あの先ほど見せた白いフィルターですよね、あそこにね、まあ鉄粉がつくかつかないかっていうのを見ます。まあ、これでねつかなければね、もう大丈夫じゃないかなって思います。でまあね、今回みたいなねコンプレッサーブローで鉄粉が回ってるっていうパターンの時ですよね、まあ、そういう時はね、やはりこのねやり方でやって、あのしっかりとね取ってやるっていうのはね、理想的な形じゃないかなって思うんですよ。でよくねまあやるのが、もう一切合切全部変えるっていうとこですよね。まあ例えばコンデンサーとか、もうエヴァポレーター、液パンとかね、全部ついてる構成パーツを全て変える、まあ、これでもいいと思います。こうすることでね、それはもう一番完璧じゃないかなと思うんですけど、そうすると費用がかかると。ってなるとね、どうするか。まあじゃあ一般的にはね、多分こう洗浄液などを入れて、まあ汚れを取ると。で、液パンとかだけは変えるっていうやり方ですよね。まあそれでもね、まあ汚れの具合とか、まあその車のね、そのエアコンシステムの形状によってはそれでも有効じゃないのかなとは思うんですけど、まあ今回の車はね、やはりね、その方式でやったとしてもやっぱり取れてなかったっていうことですよね。こういう感じでね、あのこの機械を使うことで、隅から隅までね、全部取ったんじゃないかなっていう感じです。でね、なかなか皆さんがね、あの、この方式のね、あの、フラッシングですよね。あの、コンプレッサー外してやるフラッシング、これが見たいっていう風にね、言ってましたけど、やっぱり、なかなかね、見せてやる機会っていうのがね、できないんですよね。まあ、ブローしてない車で、まあ、外してやれば、そのやり方はわかるんですけど、まあ、実際じゃあ、それでね、鉄粉が取れないじゃないですか、ブローしてなかったらね。だからそこだと、多分イメージがわかないんじゃないかなって思うんですよね。で今回みたいなね、この案件でこういう風にねやると、そしてあの通常ね、じゃあできるだけこう洗浄しましたっていうのでも、この機械を使えばこういう風にね取れるっていうところですよね。それがまた見せれたのはね、非常に良かったんじゃないかなって思います。でまあね、この車屋さんなんかよくね、あの効かないっていう車をね、うちによく持ってきて、あのちょっと掃除してっていう風な感じで言ってくるんですよね。で結構ね、液パンとかはもうあらかじめね交換してからね来たりとかして、あとまあ配管内のね、まあコンプレッサーオイルの除去とかそういったので、まあしてほしいっていうところでね、よく持ってこられるんですけど、まあそこまでねよくやるんで、もういっそねこの車機械をね早く買ってほしいですね。もういつもね買った方がいいよ、買った方がいいよっていう話はよくしてるんですけどね、もうこんだけあるんだったらね、もう絶対買った方がいいですね。今回ね、あのうちの方にまあ持ってきてもらって、結局帰るまでの時間っていうのが本当一日仕事になるんで、これがね自分のところにあればね、あのそのままほったらかしにして、あと他のこともできるっていうのですよね。やっぱり一日潰しちゃうとね、それだけね一日あれば結構なね仕事がこなせるんで、まあ非常にもったいない部分もあるんじゃないかなって思うんでね、この機会があればね、地域もね全然違う地域なんでね、あのお客さんのね取り合いにもなることもないと思うんでですね、非常にいいんじゃないかなって思うんでですね、ぜひともね、まあ来年ぐらいには導入してるかもしれないですね。でまあ今やってるこのフラッシングのフラッシングキットっていうのですよね、要はダイレクトフラッシングみたいなやつなんですけど、そのね接続キットっていうのはこの機械とはね別売りなんですよ。ですのであの導入してる店舗ですよねが、まあそこまでね、あの考えてないんであれば、やはりそのねフラッシングはしないと思うんですよね。もうフラッシングキットがないと今回のようなねフラッシング方式ってできないんですよね。だからね、このフラッシングキットだけでもね、結構またねなんか5万ぐらいしたかな、当時で5年ぐらいまでですね。今はちょっといくらかわかんないですけど、やはりねそこまで考えてないんだったら、あのまあ導入しないのかなっていうところはあるかもしれないです。ただね、うちも一応買って
ってはいるものの、じゃあこのねフラッシングキットって何回使ったかって言ったら多分2回ぐらいしか使ってないですもんね。あのコンプレッサーが壊れてくる案件がうちの中ではほぼないですね。あのうちの持ち客の中ではですね、あの基本的にあの定期的にエアコンメンテナンスもしてるんでね、まあ、よっぽどのね条件がない限りはね、やっぱ壊れることもなかなかないんじゃないかなって思うんですよね。はい、じゃあねバックリターンフラッシングをねこちらしました。でした後のねこのフィルターですけど、もう初回のと比べるとね全然もうテップが全然ついてなかったですね。あの1回目のねサイクル洗浄で綺麗になってるっていうことです。はい、じゃあね今からこちらのねあのニードルですね、これをまた液パンに組んで、そしてね配管と液パンを元通りにね組み直して、あとは通常通り真空引きをしてっていう流れですね。はい、あとはね組み直しの工程とかはもうちょっとね、あと充填とかももうスキップして、あとはね最終的にこの吹き出し口が10度ですね、まあ 10.2 度になりました。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。まあ、 あのエアコンのねあのコンプレッサーブローによる、まあ、修理のねあのフラッシングをするっていう動画でした。で結構皆さん待ち望んでた動画じゃないのかなって思うんですよね。あのどうしてもそれが見たいって言われても、コンプレッサーがブローしたのが入庫してこないとね、見せれないっていうところだったん で今回ね、あの入ってきました。で、車屋さんがね、頑張って、あのパーツクリーナーとかでね、結構やったみたいですけど、それでもね、あの実際パーツクリーナーでって、エアーを拭いて出てくる、ね、のは、透明なね、あの液にはなってたらしいんですよ。実際うちの廃油ボトルにもね、あのネズミ色のね、汚れって一切出なかったんで、掃除のね、そのネズミ色は除去できてたんですけど、やはりこう、もう奥まったところにおそらく入ってたような鉄粉ですよね。そちらの除去がね、多分できなかったんじゃないかなと思うんですね。で、液化したガスで、やっぱり2キロ、3キロのね、ガスですよね。そちらを入れてやることで、まあ隅々までね、で、それなりの勢いで、こうね、鉄粉を流して取るっていうイメージじゃないのかなって思いますね。で、まあ今回ね、そういう感じでやって、ね、コンプレッサーとかだけ変えるっていうところでいけるところですよね。通常だったらね、もう全部大体変えて、ね、結構な修理代になるっていうのが多いんですよね。で、コンプレッサーをだけを変えて、ね、また戻した後に壊れましたっていう案件が結構ね、よそで修理した時にあったっていう話もやっぱり今まで聞いてました。で、その後にまたいろいろ一切合切変えたっていうので、また二重にね、お金がかかったっていう話も聞いてます。だからそこら辺もね、やはりちょっとでも解消できるんであれば、やはりこういう方式でね、隅から隅までやると。だからフラッシング時間を長くすれば長くするほど、それだけね、流してる時間長くなるんで、そうすればね、汚れが取れなくなるっていうところですよね。で、今回もね、通常のサイクル洗浄かけた後に、バックリターンかけて、バックリターンの時にフィルターをね、変えたらもうフィルターが汚れなかったんで、まあ、そこでね、もうバッチリ綺麗になってたんじゃないかなって思いますね。で、実際ね、今回のね、これ、フィルターですよね。これ結構汚れてますよね。このね、汚れ具合がひどいんじゃないかなって思いますけど。このね、鉄粉がね、やっぱり結構ついてるんで、ね、まあ、今回のこの下ね、フラッシング洗浄は意味があったんじゃないかなって思います。一番いいのは、やはりね、壊れる前に、それなりにね、メンテナンスをしていたわるとかね。まあ、でも、まあ、メンテナンスしていたわってもね、走行距離がやっぱね、もう飛んでいったりとか、古くなっていったりとかすれば、メンテナンスしてても壊れるときは壊れるんで、まあ、それはしょうがないのかなっていうところですけど、まあ、それでもね、ちょっとでもね、エアコンの効きとかもずっと維持させるためには、やはりこういう風にね、しっかりとメンテナンスをするっていうのは大事ですね。で、もしね、コンプレッサーブローした場合は、まあ、こういうフラッシング方式もあるんで、まあ、そこでね、一回ね、一切合切を変えずに、ね、この方式でできるだけ鉄粉を除去してやってっていうのをすると面白いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、それではね、今回のね、まあ、エアコン動画はこれで終わりですね。あと、吹き出し口がなんか10度ぐらいでしたけど、多分エバポレーターとかのね、あと、フィンのね、汚れとか取ってやったらもっと冷えるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ以上でね、この動画終わりです。またね、次回新しい動画アップするまで皆さん少々お待ちください。